はい、どうも、コミです。さて、本日は TH コンプリータさんから動画をお届けしたいというふうに思います。本日のテーマはですね、タウンホール14に本当に特化した動画になるんですけども、ラッシュ系戦術のルート作りのコツというところを見ていきたいというふうに思います。なんだそれは、なんか、この前も聞いたような話じゃないかみたいなことに思ったかもしれないんですけども、ちょっと話が違います。タウンホールがやっぱね、タウンホール14ってめちゃ強いんですね。倒した後のポイズン効果がマジでえげつないぐらいに強くて、で、これをいかに無効化しながら、村への進行を進めるかっていうところが、もう本当にキーポイントになっているんですけども、そこに対するアプローチの仕方というところもですね、今日は中心に見ていきたいというふうに思います。で、私のチャンネルなんですが、基本的にはクラン対戦の、アタックの解説動画中心にやっております。対戦で前回が取りにくいっていう方がね、いらっしゃった場合には、そういう方のヒントになる動画、上げていきたいというふうに思ってますので、ぜひ、最後までご覧いただきまして、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところでですね、まず早速、動画の方に行きたいと、あとリプレイですね。の方に行ってみたいと思います。ミンタメさんとの、フレセンですね。勝ってる。すごいな。で、ですね、まず見てほしいのはこれですね。西中島南方さん。僕も関西にもともといたんでね、これ大阪駅の、ちょっと北の方にある繁華街ですね。西中島南方。で、まあ、それは置いとくとして。で、今回、キリジョーさんが使っているユニット、ペッカースパビーズですね。で、ど真ん中にタウンホールがある、こういう回廊配置ってやつですね。リング配置とも言うんですけども、これがね、マジで最近やらしいんですが、まあ、その話でまた今度詳しくするとして、このタウンホールをどういう風に取るかというところを見ていってほしいと思います。水平からの突撃艦。で、突撃艦を、この、投石の上に落としますね。これは、結構ね、ジョーカーさんが、ね、よく動画で解説してたと思いますね。この中華式と言われるペッカイエティをする上での定石ですね。タウンホール1個手前の、あと回廊配置における、中華式ですね。ペッカスパビでやる場合には、タウンホールの1歩手前のところに、突撃艦イエティを当てておいて、で、そこで防衛軍を釣りながら、クロスボウとか投石とかそういう、高火力防衛を潰していくと。で、そうすることによって、クイヒーが、ちゃんと防衛軍を処理できながら、かつ高火力のダメージを受けずに済むっていうことですね。で、おまけにこれサイドカット効果にもなってるんで、キングがこの上方面カットしてくれてる。で、クイーンがこっち方面カットしてくれてる。突撃艦でここをカットしているから、まっすぐ、イエティボーラー、イエティスパビーたちが、タウンホール方面に向かっていくというところですね。で、これ、ね、タウンホールのところに、ペッカとスパビズが入ってないの分かりますかね、こういう風に。入っていってないんですね。まあ、若干今スパビズが入ってちゃいましたけども、これクイーンで落としてるんですね。で、あえて、ここのカットはしないんですよ。で、そうすることによって、ペッカたちが、この真ん中のところに入らずに、こう外周回るようになるんですね。外周回ってくれると、これ今、ポイズンの効果効いてますけども、この中に入ってるのって、アーチャークイーンと、まあ、グランドボーデンだけ、あとまあ、ネクロマンターがちょっと紛れ込んじゃってますけども、これぐらいなんですね。今、ネクロがやられましたけども、まあ、見てもらって分かる通り、ここのポイズン効果に入っちゃうと、中途半端な体力しかないニートってもう全部やられちゃうんですよ。ネクロなんかもう、瞬殺状態ですね、本当に。で、アーチャークイーン、グランドオーデンですらこういう風にだいぶ体力削られちゃうっていうのが、このポイズン効果の恐ろしさになってくるので、これさっき2000か3000ぐらいダメージ受けるんじゃなかったかな、確か。なので、そこに主力になる、ユニットを絶対入れちゃいけないですね。今回で言えば、ペッカ、スーパービザーとは絶対にこのタウンホールのある、この区画に入れてくれるなってことなんですよ。わかりますかね。だからこの配置も、この壁が空いてるんですよ。はい、どうぞタウンホールの中に入ってきてね。入ったらポイズン効果で焼いちゃうぞ。へへへへっていうようなイメージの配置なわけですよ。だそこに、きっちりと、誘い込まれずに、行くルートっていうのを、今回キリさん作ったので、ペッカたちが、ギリそこ入らずにこう流れ出てくれて、仕事をしてくれたっていうことがこの全開につながった大きな要素になったというふうに思いますね。で、ちょっと一本ですね、失敗リップも見てもらいたいと思います。はい、こちらですね、諸言名さん申し訳ないっす。ペッカイエティで攻めているんですけども、グランドボーデン、オデヒをここのですね、十字方面から始めてカットを入れながら、ここにイエティとペッカを入れていくんですね。で、その時にタウンホールの当然爆破ダメージをもろにこれ受けるじゃないですか。で、受けた時のペッカとイエティがどうなっちゃうのっていうところをよーく見ておいてもらいたいと思います。
でね、これ本当に、こう見てもらうと、あ、やべえ、ここマジで突っ込ましたらやべえんだなってことか、まじまじ分かってもらえると思うので、すんげえ拡大して見てますので、よく見ておいてください。豪華弊社から出てきた、ペッカまで、さらにここに加わって、もうペッカ4体にイエティが6体ぐらい、キングにもアイゴレにも、もうアーチャークイーンに、イーラーにロイちゃんも全部イエティまでもう出てきた。これ一気に出しましたよね。一気に出して、パンホールを壊した後、はい、来たポイズン。ポイズンで、相手のアイスゴーレムを食らって、このまま、ポイズン効果内でユニットが焼かれまくってますね。どんどんアイスゴーレムの効果で、フリーズ状態の時に、ダメージ受けたユニットが次から次へ溶けていって、はい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 。あっという間にユニットが半分ぐらいなくなりましたね。まだこれ上のイエティがポイズン効果を受けてますよね、これ。今1体やられて1体ギリギリ持ちましたけども、中心部分に入っていた時にはもうすでに、ペッカ1体イエティ、いや、ペッカ2体イエティが2体かな。だからもう3分の、2ぐらいのユニットが、このタウンホールのところで一気にポイズンで溶かされちゃったんですよね。こうなるわけですよ。で、こうなったら当然そっから先の戦果なんて期待できるわけがないので、タウンホールをね、こういう風に、壁で囲わなくなったんですね、こういう風に。昔はここが、こういう風に壁で囲ってあったじゃないですか。こういう配置ってほんと見なくなって、今はむしろこのタウンホール壊したら、どうぞどうぞこの上に入ってきてくださいね、全部焼いてあげますからね。っていうような感じに、もうなっている。そこに今、ゴンベイさん思いっきり全部のユニット突っ込ましちゃったんで、もうこうなったらもう絶望ですよね。さすがに、ゴンベイさん申し訳ないけど、これはね、ちょっと見てる方もだいぶ絶望感を感じるアタックになってしまったかなっていうところですね。なので、こういう場合じゃどうするのかって言ったら、タウンホールだけをシンプルに突撃艦でポーンって落としちゃうんですね。で、中に入れるのはイエティではないんですよ、これも。ニーフゴブリンをたっぷり入れて、全部、タウンホールを落とすためだけに使う。ないしは、こんだけ区画が広ければ、クイヒーをこの中に入れていくって手もありますね。で、クイーンにこのタウンホールを落とさ せることによって、まあ、必要最小限のポイズンダメージで、済ませるっていうことを、してあげるっていうのが、コツになるのかなと思います。で、このね、タウンホールがもう壁際にあった場合には、さっきの、キリチョウさんみたいに、ユニットを壁際歩かせてアーチャークイーンで射抜くとか、まあそういう手も使えるんですよね。まあその辺がもう少し分かる動画、あと2本ぐらい見ていきたいと思うので、次の動画行きたいと思います。はい、こちらですね、ユキヒラさんのアタック。これも、ペッカースパビーズですね、中華式と呼ばれる攻め方になるんですけども、同じようなリングベースといわれる回廊系ですね。まずは突撃艦を当てて、相手の砲援軍を釣りながら、ここですね、大砲とか、対空砲とかを落としていって、相手の防衛火力を下げていきますね。で、こうすることによって、黒壺を2機プラスロイヤルチャンピオンだったらという、まあ、そこそこ高火力の部分っていうのを、アーチャークイーンがやられないように、あらかじめ削りを入れていきます。黒壺1本折るというのがでかいですね。で、このままアーチャークイーンはロイヤルチャンピオンを倒し、スーパーガンオイルも倒し、レイジボを使わずに突破していきますね。で、ペッカといい、スパビズを、この部分からこう入れていくわけですよ。入れていくんですけども、キングで外周カットをしていきながら、まっすぐこの枠を突き抜けさせていきますね。で、ジャンプをどこに打つかよく見ていてください。ここです。はい、ここ。タウンホールが壁に囲われてるんですよね。なんで、このタウンホールにジャンプの呪文が絶対かかんないように今打ってるんですね、これ。で、こうすることによって、スーパーウィザードとか、あとはアーチャークイーンとかがタウンホールをこう殴ってくれるんですけども、それを殴り終えた後、このポイズン効果に入るリスクを極限まで下げてるんですね。だから、てっかこれ上の方に向かってるし、スーパーウィザードも上の方向かってるから、ポイズン効果ほとんど受けてないですよね。で、こういう風にできると、ユニットたちがタウンホールを壊した後の怖い怖い、残りダメージっていうのを、回避することができるので、このまま生き生きとタウンホール部分突破して、まだこの時点でペッカとかがね、しっかり体力ピンピン、スーパービーダーとも一体生き残ってるっていう感じですね。で、こんだけのまま余力を残していれば、終盤の回収も何の問題もないので、そのまま一気に、全部防衛を潰して、前回までのルートを作っていくという感じです。いいですね、このね、ロイヤルチャンピオンのなんか、最後シールドをね、このドヤシールドっぽくやるのなんか気持ちいいですよね。これでなんか、最後全開がパーンってこう取れたらなんか、うっしゃーってなるっていうなんかね、わかります？わかんないかな？いや、わかると思うんだ、多分。13やってる人は本当わかると思うんですけども。
遠くにあるね、残った角大工みたいなのを、シールドでこうパーンって倒すとね、すごく気持ちがいいっていう。まあ、それはちょっと本音とだいぶ外れちゃうんで置いとくとして。言いたかったのは、このタウンホール区画ですね、ここにジャンプをかけないことによって、ペッカとかスパウィスとか、こういう主力部隊っていうのが、タウンホールの爆破ダメージ後、爆破ダメージ後の、ポイズン効果、これを、まあ、毒ガス効果ですね。これを受けないようにする、受けるリスクを極限まで減らす。まあ、こういう効果っていうのを狙っているというところをですね、押さえておいてもらえたらと思います。で、最後もう一個ですね、見ていきたいと思いますが、これは、主力でタウンホールを潰すんじゃなくって、アーチャークイーンで潰すパターンですね。これを見ていきましょう。はい、ではこれですね。ラスト見ていきたいのはジョーカーさんのアタックです。ジョーカーさんの得意戦術、クイヒーラバルですね。ジョーカーさんなんかもうね、最近マジでユタさんのリスペクト度合いがすごくて、ユタさんとかね、クイーンウォーカーと皆さんの動画見まくってるっぽいですね。おかげでもう、クイーラバがマジで上手くなってきていて、ちょっと手がつけられないぐらいなんですけど、今回のクイーラバもすごいですね。綺麗に決めていきまして、見過ごさなかったポイントがこれ、タウンホールの横の底のこの隙間ですね。これを2枠、ちゃんと見てるんですね。この2枠だったら、アーチャークイーンがこっからタウンホール居抜けるぞってことが分かってるんですね。これちなみに3枠までが確か居抜けるはずで、そこにしっかりとアーチャークイーンを誘導していきます。誘導もうまいですね。バルーンでしっかりと、ホーミング爆弾のチェックをしながら、ヒーラーを、一体も落とすことなくここに入れていくという感じですね。この、弊社残してもうまいですね。これ残すことによってアーチャークイーンがしっかりとタウンホール方面に誘導される。まあ、その、ための、呼び水のような、なんていうか、誘い、施設になってますね。これうまいな。で、タウンホールに当たる前、防衛軍のところでしっかりと、レイジーをかけていって、シングルインフェルノを、フリーズで凍らせて、で、その間にアーチャークイーンタウンホール撃破ですね。これによって、きっちりとタウンホールの爆破ダメージ、ほら、これ受けてないんですね。クイーン全く受けずに、先に進むことができる。で、タウンホールが壊れ終わって、外周残った、防衛をロイヤルチャンピオンがチクチク壊していくという。で、さらにアーチャークイーンは真ん中のマルチインフェルのイーグル砲にジャンプを限定的にかける。この限定ジャンプもうまいですね。これ綺麗です。で、コイズを使って中に入っていきながら、ロイヤルチャンピオンはこの6時方面のカットをしっかり行うところでお役御免ですね。で、アーチャークイーンがしっかり真ん中に入るように、さらにこのバーバリアンキングでもこうカットする。ホーキング、ここを、ロイヤルチャンピオンという形でカットすることによって、しっかりアーチャークイーンが真ん中に入ってくるようですね。この台、これ、弊社を上げるのかと思ったら残っちゃいましたね、これ。ちょっと、これは、ミスったかもしれないところですね。はい。でもこの辺でしっかりと、レイジをかけて、投石のターゲットもアーチャークイーンが取ってくれる。これ真ん中にね、アーチャークイーンが入っていて、さらにこういう横からのダメージを受けない状態でレイジがかけられると、これですね。アーチャークイーンがですね、ゴーレムとかと同じような竹取り効果を発揮してくれるんですね。で、そのターゲットがアーチャークイーンに向いてるもんだから、ここでトームもいらないし、フリーズもいらないっていう状態で、投石器を潰せます。で、ここで満を持して、ヘイストプラスのフォームを使うことによって、マルチインフェルノを撃破。残った裏バルーンで回収を早めていきながら、前回まで待ったなしのルートを作っていくっていう感じですね。いやー、すげえ。綺麗なクイラバーですね、これは。なんですけども、見て欲しかったポイントはやっぱりここですね。タウンホールのところに、アーチャークイーンが壁の外からアプローチできる。これを見逃さずに、壁の外から何しろ狙うんですよ。タウンホールは。壁の外からどうやって狙っていくかってことを考えていく。でこういうプランニングっていうのがさっきの、TH コンプリートさんの2本、キリチョウさんと雪平さんのアタックでも見て取れたし、今回の、ジョーカーさんのアタックでも見て取れましたね。この壁の中にユニットを、こう、ドドッとこういう風にね、ペッカとかを突っ込ましていってしまうと結構痛いし、アーチャークイーンもこう突っ込ますことを別に求められてないですよね。突っ込ませなくても、横から射抜けるんだったら横の方がいいですよっていうことですね。こういうこと。そういう風になるべくタウンホールを遠くから射抜くような方法っていうのを考えてプランニングしていくと、タウンホール14の、プランが結構ですね、決まりやすくなると思うんで、これめちゃくちゃ重要なポイントだと思いますんで、ぜひね、覚えておいていただけると幸いです。はい、というところでですね、本日この辺で終わりにしたいという風に思います。いかがでしたでしょうか？本日のテーマは、タウンホール14におけるタウンホールの壊し方、主力ユニットは、毒ガス効果の中に入れるな、でございました。これ参考になったなと思いましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また私の動画ですけども、こういうクラン対戦のヒントになる動画、解説の動画をたくさん上げていっております。これからもタウンホール12から14、幅広くやっていきますので、ぜひご視聴いただけたら嬉しいです。
では本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。